ディーナ、ジェシー、大胆無敵。ほらジョエル、お気に入りでしょ。ディーナ、ジェシー、二人はどこだろう。あいつ昨夜ずっと辛そうにしててさ。だったら起こしてよ。妊娠してる？そう。お前の気持ちはわかるけど、連れ帰らなきゃ。ここじゃちゃんと医者に見せることも。そのくらいわかってる。でもトミーを放っておけない。私のせいなんだよ。あんたが連れて帰って。お前抜きじゃ帰らないよ。トミー探すぞ。レーナを水族館に行ってみよう。トミーはアビーを見つけてない。だから先回りするんだ。ここにディーナを置いてって平気なの？そうしろって。そっか。じゃあ行くって伝えよう。俺は外で待ってる。わかった。ウリ、おはよう。鍵かけに来てくれる？出発だ。水族館は海岸沿いだろ。ならこっちだな。うん、この町にいると濡れてばっか。ほら、いいよ。OK。ありがとう。リーダーに言ったのか。水族館にトミー探しに行くこと？それとも
あんたがその気づいてるって。いや、水族館が拠点？多分違うと思う。アビーの隠れ家だってノラが言ってた。動機は聞き出せたの？ジョエルは、ファイアフライと対立してたの。元ファイアフライとね。対立ってどんな？ジョエルは元密輸業者でさ、密輸品の扱いで奴らと揉めて争いになって死人が出た。その復讐でしょ。そうか。それ聞いて気持ちは？変わらない。一つはっきりさせた。海を見つけたら帰るんだよな。うん。残りの奴らは見逃すことに。リーナを連れて帰らなきゃ。よし、わかった。開かない。あいつらまたジャクソンに戻ってくるかもな。どうして？俺たち大勢殺してきただろ、奴らの町で。こっちだって殺された。アビーたちもジョエルに復讐しに来たんじゃなかったか。ここはジャクソンとは違う。ジョエルとトミーはアビーを助けたけど、奴らは手当たり次第殺してる。出会い頭に撃たれたでしょ。ああだな。2、3日前かな。ここに着いた時ウルフをぶっ殺したんだけど、しかも大勢だろうな、あいつ凶暴だし。ねえ、手伝って。こっち。ディーナのやつ。なんで黙ってたんだ、妊娠のこと。ほら、きっとディーナは落ち着いてから。誰から聞いた？他の部隊との交流が進んだら。でもこの間、この間のようにはならない。攻撃されてる。
奴らかなり凶暴だな。カルト集団と争ってるらしいよ。俺も聞いた。セラファインだかセラファイトって奴らだ。スカーって呼ばれてたけどね。出くわしたの？いや。ラッキーだね。さっきの話、続きは？ディーナのこと。ほら、あいつの秘密。一段落ついたら話すんじゃない？隠してたっていつかはバレんだし。話してくれるかな。さあね。水族館だ。あの観覧車の真横。トミーもそこにいるといいけどな。なんだよ。泳いでいけってか。ちょっと待って。行き止まり。あそこ通れるか。どれどれ。言ってくれれば一緒に出たの。ごめん、反対するって思ったから。ジョエルのためだ。あんな仕打ち許されない。反対するかよ。ジョエルもあんた気に入ってたわ。私の好きな相手だと思っててさ。マジで。見てきて。猫だね。
ってくるのは大変かも。海岸へ一番乗りしたいんだけど、どうせみんな行くんだ。もう好きなんだ。アビーが水族館選ぶわけだよ。こんなに気にしてるやな。かもね。おい、マジかよ。どうやってこれ渡れってんだ？あの道から行く？かなり遠いけど。あれ借りてくか。うん、ありだね。行くぞ、こっちだ。